名探偵コナンダルンラバーストラップコレクション高原です。今回これはラスト1個ですね。今まで、ヘイちゃんが当たって、そしてこのシークレットが当たって、さあこれは残り1個何でしょうということでですね、開けていきたいと思います。ご紹介していきたいと思います。ということで最後の、確かこれ本当にこの順番的にも1個目、へいちゃんが1個目2個目で、これがまた別日に買った最後だったはずなんだけど、なんとね最後にね、このね、わかるかい、この触覚、ということは新一ではなくてコナンが当たりました。そうコナンだったの、びっくりしたの。最初本当に裏から見て、あれ触覚がある、あれもしかして新一が当たったのかなって思ったんだけど、パッて見てよーく見たら、ここにねメガネがちゃんとあるの、だからコナンなんだ。よかった、本当にめっちゃ可愛いね。これコナンはわかるかい、この足ちゃんと映ってるんだよ。半ズボンな上に足見えて靴履いてるじゃん。新一はどうなんだろうね。あ、でもヘイちゃんがほらズボンちゃんと履いてる、いつもの格好なわけでしょ。ってことは新一はこの絵のこの袖を見る限り帝丹高校の制服かもしれないね、という言葉なんだけど、この生足が見えてるのコナン君だけなんですよ。ほほ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 、いいねいいね、そうだね、そういうことだよね、今思ったけど。いやいいわ、でもこれはちょっと新一と、実はねここに書いてある新一とコナン、メガネがあるないぐらいで、ここまでねデフォルメされてしまうとあんまり変化がねわかんないんだよね。なのでちょっと新一を当ててね並べたかったなっていう気はちょっとしてるけど、まあでもほらいいじゃない、へいちゃん当たったでしょ、今年のね2017年から紅のラブレターのへいちゃんが当たったじゃない。そしてコナンのこうシークレットと、わかるかい、ほら目線がシークレットだけ別向いてるでしょ。一応寝っ転がってるけどお仕事中なんで多分ねっていうことなので、あ、こっちシークレット足見えてない、生足これだけや。え、愛ちゃんはどうなの、愛ちゃん何を着ているかさえも推測がつかない服装というか乗せ方されてる、こうか乗せ方されてる。愛ちゃんどうだったんだろう。結局愛ちゃん当たらずに終わってしまったんですが、でもコナンがこうやって来たので、もうね、この年はね別にコナンをこれのおかげでお迎えできてよかったですよ。代わりにあのコナンカフェコナン当たんなかったけど当たったな。2017年コナンカフェまたあるそうなんで、今度こそコナンくんをお迎えしたいと思います。私当たらなかったらそのままこれも運命かなって思った。浄土とかしない人なんで、本当はね浄土したいなとは思うんだけど、これも運命だなと思って受け入れることにしているのでということで、ラバーストラップコレクション3つご紹介いたしました。高原でした。